皆さんこんにちは。マチャーキの愛称で有名なタレント坂井正明さんが脳出血で緊急搬送された現在の病状が壮絶すぎる。今日は坂井正明さんのことについて紹介します。まずは坂井正明さんの経歴とプロフィールから紹介します。坂井正明は日本のタレント、歌手、俳優、司会者、ラジオパーソナリティ、本名栗原正明、愛称はマチャーキ、坂井先生、巨匠、MR、隠し芸、エンターテイナー、タレント、歌手など様々な肩書きを持つが、1990年代以降はテレビ番組の司会を中心に活動している。俳優、MC、時にはラジオパーソナリティとしても活躍中の坂井正明さん。もうすぐ80歳を迎える坂井正明さんですが、昔と変わらず笑顔で元気な姿をお茶の間に届けてくれます。しかしネットでは坂井正明さんは病気なのではと噂されているのです。これまでに数々のテレビ番組の司会者や MC を務めてきましたが、年数が経つにつれて降板してきた番組も少なくありません。なので番組が降板した理由は坂井正明さんの体調が原因なのではとも言われているようで、そこで今回は坂井正明さんは何かの病気なのか、これまでに番組が降板した理由と何か関係はあるのかについてまとめてみました。ネットで坂井正明と検索すると予測変換に坂井正明病気と出てきます。そこで彼がこれまでに何か病気を患ったのかどうかを調べてみました。しかしいくら調べてもこれまでに坂井正明さんが何か病気を患ったという情報は全く出てきませんでした。年齢も年齢であるため何とも言えませんが、現段階で坂井正明さんが病気である、または過去に大きな病気を患っていたことはデマの可能性が高いと言えます。ただ冒頭で説明した通り、もうすぐ80歳を迎えますので、身体には十分気をつけて芸能活動に専念してほしいです。坂井正明さんの病気について調べている際、坂井正明の出血というワードが出てきました。このワードを見ると多くの方は坂井正明さんが脳出血を患ったと考えてしまうかもしれません。しかし正しくは一重陰陽不一重陰陽不坂井正明さんの父親坂井俊二さんが脳出血で亡くなられた一重陰陽不一重陰陽不が正しい情報です。喜劇俳優として大活躍していた坂井正明さんの父親坂井俊二さんは1968年8月3日の21時10分頃に、今は閉館されている新宿コマ劇場で見事な演技を披露していました。しかし瞬き一つせず見ていた観客2500人の前で突如舞台袖で倒れた坂井俊二さん。あまりにも急なことであったため、当時息子役だった森川のさんはじめ多くの出演者さんが一重陰陽不一重陰陽不、これは坂井俊二さんのアドリブだ一重陰陽不一重陰陽不と思い、そのまま演技を続行していたんだそうです。なぜなら昼間の坂井俊二さんは出演者に冗談を言い合ったり、夜の部の休憩中には梅酒を飲みすぎたなぁとやや顔を赤らめる程度だったり、特別いつもと変わらない様子だったからだと言います。しかし残念ながら彼は54歳という若さでこの世を去ってしまいました。夫の突然の訃報に妻栗原竜子さんからは、もっと長く舞台が続けられればよかったのですが、舞台人が舞台で死んだのですから本人としては満足だったでしょうと悲しみの気持ちも込めながらこのような発言をしていたことが印象的です。坂井正明さんといえば世界一受けたい授業、しかし2021年7月24日、2021年8月14日の2回番組を欠席された坂井正明さん。視聴者からはマチャーキが体調不良と心配の声が上がっていました。詳しい欠席理由は公表していませんでしたが、坂井正明さんが欠席された日付近に同じく番組 MC の上田晋也さんがコロナ感染により欠席されたため、もしかしたら坂井正明さんもコロナに感染したとの声が多く上がってました。同時期に坂井正明さんもコロナにかかった可能性が濃厚ですね。人気情報バラエティ番組世界一受けたい授業が終了すると一部で報じられている、まだやれることはあるという声も多く、終了をめぐってさまざまな憶測が飛び交っている。
終了を報じたのはスポニチアネックス。局関係者に取材したところ、終了理由は記号総合的な判断記号で、視聴率に関しては打ち切るほど悪くないとしていた。世界一受けたい授業のような情報バラエティ番組はここのところ増え続けている。番組がスタートした2004年10月から比べると、ほんまでっか、テレビやカズレーザーと学ぶなど似たような番組が増えたことは明らかです。しかしそれでも世界一受けたい授業は老舗の維持を見せていた。今年は10月14日、21日と2週連続でスペシャル拡大放送もされている。人気低迷で終わる番組とは思えない。ドラマや映画の番宣で出演する俳優にとってもバラエティ番組よりも敷居が低いため、局からも重宝されている印象でした。そこで噂されているのが出演者の降板説だ。70代後半の司会者が勇退、レギュラーのクリームシチューの2人は共に50歳を超えましたが、しゃべくり007をこなすなど体力的にはまだまだ余裕です。問題は総合 MC の坂井正明。坂井が50代後半の頃から番組はスタートし、今では77歳。番組内では記号校長先生記号という役柄ですが、実年齢に照らし合わせればもはや隠居状態でしょう。長時間に及ぶ収録はかなり厳しいのでは。実際このところ同世代のベテラン MC が続々とセミリタイヤを発表している。ミノモンタ、小倉智昭、草野仁などがここ数年で相次いで番組を降板しましたが、彼らの年齢は坂井と同じ70代後半です。芸能人は若々しくて体力があるといえど、一般企業で定年退職の年から10年も過ぎれば身体に限界が来るのでしょう。来年3月には80歳の関口博士もサンデーモーニングを降板しますし、やはり坂井の体力事情が番組の終了理由だと考えることもできる。惜しまれながら終わるくらいがちょうどいい。坂井正明さんは自身の全盛期となる1974年に一般女性 A さんと最初の結婚をしております。2人の結婚生活は結婚7年目となる1980年に破綻していますが、坂井さん側が A さんに1億円の慰謝料を支払ったことでも話題になりました。2人の離婚原因に関しては、当時の坂井さんに女性関連のゴシップの噂がなかったことから、坂井さんの仕事が忙しすぎたことによるすれ違い離婚だったのではないかと思われます。1980年の坂井さんは主役を務めていた西遊記シリーズが日本のみならず英国やオーストラリアなどでも人気を博していたため、麹魔王氏の典型的事例だったといえます。坂井正明さんは1989年になると当時スポーツキャスターとして活躍していた岡田美里さんと2度目の結婚しています。岡田さんは日本におけるハーフタレントの走りだった E.H. エリックさんの次女としても知られており、坂井さんとは同じに清芸よしとの共通点もあります。芸能界きってのおしどり夫婦と呼ばれていた坂井さん、岡田さん夫妻には2人の娘も生まれておりましたが、結婚12年目となる2001年6月に離婚をすることになりました。坂井正明さん、岡田美里さん夫妻の離婚理由に関しては、岡田さんが夫婦間のすれ違いに我慢できなくなった部分も大きかったようですね。二世芸よしとということで、お金にガツガツした部分がなかった岡田さんにとって、週2から3日は2人でゴルフをすることが理想の夫婦生活だったようですが、売れっ子芸能人だった1990年代の坂井さんは仕事のスケジュール的にも妻の願望に応えることができませんでした。また大物芸能人である坂井さんの自宅にはお歳暮やお中元の時期以外でも芸能関係者からの贈り物がひっきりなしに届いていたようで、それに対する礼状などを全面的に任されていたことが岡田さんにとっては多大なストレスになっていたとか、坂井正明さんと岡田美里さんの離婚理由に関しては、岡田さんの PTSD 治療に対して坂井さんが協力できなかったことも原因の一つになってしまったと言われております。岡田さんは幼少期に母親に暴力を振るっていた E.H. エリックさんを止めようとしたところ、エリックさんから強く腕をつかまれたという恐怖体験をしたことがありました。この時岡田さんは自身も気がつかないうちに
PTSD を発症してしまったそうですね。岡田さんが幼少期に発症してしまった PTSD は自然に収まったようですが、結婚後に坂井さんが付き人の失態を怒鳴って叱りつけている場面を目撃してしまった際にトラウマがよみがえり PTSD を再発してしまったとか、とはいえ PTSD という言葉にまだまだ馴染みが薄かった時代背景も手伝い、体調不良を感じながらも病院へは行かなかった岡田さんは3人目の子供を妊娠したものの流産してしまうことになりました。流産のショックで PTSD が悪化してしまった岡田さんはこの時初めて病院で診断を受け、自身が幼少期の体験により PTSD を患っていたことを知ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。